久保さん、760話をお送りいたします。謎の59話。<laughs> これはね、無修正にしましょうか。あの修正ゼロしない。<laughs> まあ、修正することも大事なんですけど、修正せずに突き進むっていうこともいいのかなというところで、なんかみんな、その、なんだろうな、あの、なんか、あ、こうじゃなきゃダメだ、みたいなね。 なんかこうじゃないといけないとかねなんか枠にはまってるんですよね枠にそうでもその枠って必要っていううん <laughs> その枠は必要なのかっていうとまあ大した必要じゃないんですよで一番必要なのは何だろうな 枠を広めるっていうその自分の固定概念を崩してぶっ壊して枠を広げていくっていうところなので自分の今の固定概念の中価値観の中でこれがいいのかなああだこうだって言ってるよりもうそのまま広げちゃった方が早いっていう話ですね広げればここに入るのででも広げないとまあここの四角形があってここのここの中でいくら悩んでももう限界値があるんですよだけど大きくしちゃえばここ余力が出てくるんですよね じゃあ、ここで新しいえあのリソースが入るわけですよ。わかりますだからもうそもそも、その、ここの箱の、箱をかの質を高めるとかね、その箱の中身を変えるとかね、別にそれは悪いことじゃないんだけど、広めちゃった方が早いよって、容量入るんで。要 <laughs> 領入るんで。はい。ということで、760話ですね。まあ、このまま引き続き、いってらっしゃい